下方修正となりました内閣府が今日発表した2023年4月から6月期の gdp 国内総生産の改定値は物価変動の影響を除いた実質で前の3ヶ月に比べ1.2%のプラスでした年率換算で4.8%のプラスとなり年率6.0%プラスだった速報値から下方修正しました設備投資などを引き下げたことが影響しました